こんばんは海外からライブ見ておりますあ、海外から参加なんですねありがとうございます自分も発達系 IQ 高めですといただいてますえ正直今の日本の経済労働環境などで未だに希望を持って暮らしている方々が多くいることに驚きを隠せませんなるほど日本は今後崩壊すると思いますし特に障害者にとっては年々生きづらくなると思います鈴木さんは今後日本の状況でまだ希望を持ちなんでしょうか 今後どのようなことを日本人及び障害者等に提供できるのでしょうかこれ私が提供できるかってことかな、開園がとか。そうね、ここはなかなか確かに難しいですかね。確かに日本はあのー、高齢化が進んで、ちょっとこの後50年ぐらいは厳しい時期かなっていうのはやっぱり誰でも予想しますが、まあ、韓国なんてもっと少子化、ものすごいスピードですし、まあ、中国も ね、一人っ子政策があったんですごい速度で高齢化が来ますし、まあ、インドぐらいかなあのずっと若いのは、まあ、アメリカもねあの出生率が下がってきてますので、まあ、ヨーロッパも、まあ、今度は移民を入れてどうなのかみたいなのでいろいろやってますよね <laughs>。 だからまあどこの国もあんまり順調じゃないかなっていう感じでしょうかねまあせいぜい順調なのは実はまあアラブ諸国とかねあのー、はい、えー、一部のところとかあるいはまあアメリカとかの富裕層とかねまあそういうのはまあ国全体というか一部はすごく順調ですけどまあどこの国もいろいろ問題を抱えているのかなと思います。 で今、確かに円が安いから、よりちょっと日本が崩れているように見えやすいですし、まあ、実際そうだとは思いますけども、まあ、まあ、日本が特に崩壊するとか、極端に悪いかって言われると、まあ、そんなこともないんじゃないかなっていうのが私の予想ですかね。はい。うんまあ、日本人だとやっぱり日本は住みやすいし、制、まあ、度がかなり分厚いので、 この制度が今後どういうふうにこのバランスを保ちながらあのソフトランディングできるか、まあ、まあ、ある程度、こう、こんだけの、なんていうんでしょうかね、福祉は保てないと思うんで、やはりどこか削っていかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、そこがどこが削られるか、耐えられるかっていうことは、この50年ぐらい考えなきゃいけないとは思うんですけど、はい。いずれにせよ、まあ、うん、どこもあんまり、なんていうかな、20世紀のこの高度成長がもう描けない。 平成長の時代で、まあ、どこもその国なりの問題があり、日本は確かにあの少子高齢化は必ず来て、まあ、でも世界より早く来ているけど、もっと高速度でそれにあの対応しなきゃいけない国もあり、うん。はい。だからまあ、そんなに悲観するほどではないかなっていう。うーん。まあ、20世紀のように親の世代よりも、なんか経済的に豊かになるっていう感じではないとは思うんですけどね。 はい、どうなんでしょうかと思っているのが私のなんか日本とかのイメージで、えー、この中でだから障害のある人がどう生き,生きれるかですが、まあ、まあちょっと本当に日本はどっちに振っていくかだと思います。 で、あの、いいパスで実は、あの、辻井先生も、あの、今度、あの、ニューロダイバーシティサミットでお話しいただく辻井先生も、結局、鈴木さん、何喋りたいんだよつっていや、本当にこんな感じですよ。<laughs> 辻井先生。はい。何、何喋ってほしいの言われ。そうですね。どうしましょうかねつって、いや、さあ、20年って言ってもさあ、みたいな。<laughs> 結局、これから日本がどうなるかだよねみたいな。 まあそうなんですよね。だから発達障害の支援とか言っても、日本自体がこう人をどういうふうに考えていくかとか、教育どういうふうに考えていくかとか、例えば教育の中でも受験戦争というのをどこまでこの,このままやり続けるかとか、どこまでその何国際的なこの経済力を高めることにこう頑張るかとかですね、いろいろなこの多分あの考え方がありまして、その大きな日本の,その政策決定とか、 あの日本人の価値観がどう変わるかでやっぱり発達障害の施策ももっと大きくあの影響を受けちゃうので、はい、この日本のこの地盤が変わるといくら発達障害の支援こういうふうにやろうと言っててもこの大きなね土台のところにゆ,ゆすられちゃうので正直そこしだりだよね言わ <laughs> れあおっしゃる通りです。<laughs> まあそうは言っても、まあ、土台がこうだと仮定して話してもらえませんかっていうのを今日ちょっと送っておいたんですけどね。はい どうなることやらというふうに思います。ああ、TDOB29 さん。私も円安や物価高で悩んでいるので共感できます。そうね。ただ物価高はね、日本かなりまともなんですよ。アメリカとかヨーロッパとかに比べると。まあ彼らはね、旅行来たら安い安いって言ってますけど、母国ではめっちゃ物価高で苦しんでますから、あの、日本の日じゃないんでね。